はい、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。珍しく外撮影をしているんですが、今回ある企業さんにお邪魔しております。その企業さんというのがこういう商品を扱っている企業さんなんですが、こちらで対談をさせていただけるということで今からお邪魔してみようと思います。ちなみにその企業さんというのが映せたかもしれないですけど、こちら花王さんです。どんな話が聞けるのか楽しみなんで早速行ってみましょう。はい、ということで場所が変わりまして、今回は頑張る人のその日への思いを応援する特別授業として花王でですね、食品やヘルスケアを研究されている中島優さんにお話を伺いたいと思います。ということで中島さん、よろしくお願いします。こんにちは。花王株式会社パーソナルヘルスケア研究所の中島です。今日はよろしくお願いします。お願いします。がバッチリ決まってて、ありがとうございます。今日は特別白いのを着てきたので、ありがとうございます。しょっぱなからカミカミですいません本当にということで今回ね、あの話伺っていこうと思うんですが、あの今回は中島さんが、まあ、研究されている商品のその開発の裏話とかをいろいろお聞きできたらなと思っているんですが、はい、まあ、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、花王では2008年に入社して以来、はい、ずっと新規ヘルスケア食品の開発を担当しています。あ、でもなんか新しいものを開発するってすごく大変なイメージがあるんですけど。そうですね、これまでにもたくさんの挫折や失敗を経験してきました。挫折とかの経験の中からなんか気をつけてることというか、そういうのがあったりしますか。はい、やはりあの体に良さそうな成分が入っているだけではなくて、いかに楽しんで使い続けてもらうかということを考えて、見た目の楽しさや食べた時の驚きといったものを大切にものづくりするように心がけています。で、中島さん、ちなみに大学はどちらの。大学は京都大学の薬学部。で、今回あの中島さんがね、あの開発された商品 の、 あの説明もしていただくんですが、あの最後にぜひあの勉強法とか息抜き法とかもお聞きできたらなと思ってますので、ぜひあの見てくださってるあの学生の皆さんも最後まで見ていただけたらと思います。で、さてこの冬なんですけど、そんな見た目の楽しさと食べたりした時の驚きにこだわっている中島さんが開発された新商品があるとお聞きしたんですが。はい、花王はこの秋、頑張るあなたのその日への思いを応援する新ブランド備えを発売しました。ラインナップはトロミカテキンが行き渡るウィルバリアホットエッセンス、炭酸発泡してお口に潤い感があふれるウィルバリア炭酸ウォータリングタブレット、温かい蒸気が発生してアロマを楽しめるウィルバリアスチームアロマカップの3品で、全国のドラッグストアなどで販売しています。これ見た目もめちゃくちゃカラフルですよね。ありがとうございます。ちなみに今日来る時に駅であのドラッグストア寄ったんですけど、はい、思いっきり店頭の目の前にあってすごく目立ってました。ありがとうございます。このホットエッセンス、はい、早速試してみませんか。あ、ぜひお願いします。まず粉を入れます。で、40ミリのお湯を注ぐんですけど、はい、溶かしてるところをぜひ見ていただきたいので、はい、ぜひカップを持っていただいて。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっと皆さんにもぜひ、ね、はい、皆さんも見てください。いきます。これすごいですよね、シュワってなって。そうなんです、炭酸が発泡してるんです。これ一瞬で全部溶けてますよね、これ、はい、カップの底からブクブクと泡が出ることでかき混ぜなくてもシュワシュワと粉が溶けるようになってます。見た目の楽しさにもこだわりました。すごい。じゃあまずは香りを楽しんでいただいて、ぜひ飲んでみてください。なんかすっきり感がすごい匂いしますね。そうですね、柑橘系のミントの香りがすると思います。あ、じゃあいただきます。はい、意外にすっきり感がすごいですね、これ。そうです、実はこの中にはお茶の 2.5 倍濃度のカテキンが含まれているんです。あ、そうなんですね。なんかカテキンって聞くとすごい苦いイメージがあるんですけど、はい、実はとろみをつけることによってカテキンの苦みを感じにくくしてるんです。とろみがあることによってカテキンが舌に直接触れにくくなっているんです。温かさがなんかじんわりと広がってる感じがしますね。はい、だから難しい、すいませんアドリブ入れられたら対応できるじゃあ続いて中島さん、こちらのタブレットなんですけど、これどんな商品ですかね。はい、じゃあこちらもまずは食べてみてください。タブレットっていうことはあれですね、舐めるやつ、ね、そうですね、舐めて食べていただく。じゃあすみません、いただきます。いただきます。もうすごいよ、一言きてますか。じわじわじわきてますか。これも炭酸が発泡してるんですよ。お口の中に潤い感が溢れてきませんか。ものすごい潤い感ですね、これ。ありがとうございます。じゃあちょっと水にタブレットを落とすところを見ていただいてもいいですか。あ、わかりました。じゃあせっかくなんで、ちょっと視聴者の皆さんに見てもらえたらと思うんですけど。はい、そういきますよ、はい、じゃあ入れます。はい、お願いします。どうですか。おー、すごいすんごいシュワシュワしてますねこれ
あの空気中でならないんですけど、なんでこう水の中に落とすとなるんですかね、はい、実はタブレットに含まれる酸と重曹が口の中の水分があることによって中和反応が起きて炭酸ガスが出るんです。ああ、なるほど、中和が起きてるんですね。そうです。え、それあれですよね、よくあの勉強する化学反応式で出せるやつですよね。はい。それにしてもまだちょっと口の中残ってるんですけど、じわじわ感すごいですねこれ。はい、いつでもどこでも水なしで潤い感が味わえます。ってことはもう電車の中とか、まあ、勉強の、まあ、合間とか息抜きの時でも簡単にこう取ることができますよね。そうですね、僕もそのタイミングでよく食べてます。ああ、そうなんですね。はい、備えには花王で長年続けてきたカテキンと炭酸の研究成果が詰め込まれています。皆さんにもぜひこのとろみカテキンと炭酸によるお口の潤い感の驚きを試していただきたいと思います。はい、ちなみに自分もですね、あの個人的に買ってるんですけど、ありがとうございます。すごく気に入ってるので、はい、ぜひあの視聴者の皆さんも試してみてください。ということで今回は頑張るあなたのその日への思いを応援する新ブランド備えの紹介でした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？いや、やっぱ緊張しますね。ですよね。YouTuber すごいなと思って一番心がけてたのは、はい、まあ、オンとオフの切り替えですね。まあ、一浪した時も皆さんあのずっと勉強してたんじゃないかなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、決してそうではなくて、はい、結構やっぱり遊びに行ったりもしましたし、まあ、勉強する時と、まあ、そうじゃない時を、まあ、きっちり分けるっていうのを結構気をつけてやっていましたね。オンにするためにかどうかわからないんですけど、やっぱオフの方を、まあ、時間を決めてきっちりやるっていうのを、まあ、かなり気をつけてやってましたね。まあ、お昼寝にしても、はい、まあ、僕サッカーやってたので、まあ、外にボール蹴りに行ったりもしたんですけど、はい、やっぱりもう時間を決めて、まあ、それが終われば嫌でも勉強するに入る、あ、もう決めてたので、はい、皆さんもあの同じだと思うんですけど、一回やり始めると意外と勉強とかもできたりするので、はい、まあ、その始める時をもう決めるっていうのが重要かな。ちなみに中島さん理科ですよね、生の、はい、理科の生物が、そうですね、生物が一番、はい、そうですね、え、その受験の時の得点源だった生物が一番、まあそうです、それどうかな、それ実際どうなの、実際は結構、いや割と全部できたと思うんですよ、ね、絶対全部できちゃったと思います。みんなが、かっこいいと思って、冗談ですよ。今生物もまあ好きだったのはあるんですけど、実際結構やっぱりあの国語とか英語とか数学とか、まあ、基本的な教科をまあしっかり勉強してたっていうのは大きかったかなと思います。ハイジさんの動画を見てくださっている皆さん、皆さんはあの勉強に遊びに部活に習い事に非常に忙しい毎日を過ごされていると思います。まあ、今は目の前のことに全力で取り組んで、まあ、全力で楽しんでください。皆さんが、まあ、たくさんの経験をして、まあ、たくさんの可能性を持った人材になれたら、まあ、今あのもしやりたいことが見つかってない人でもきっと何かのきっかけでやりたいことが見つかるというふうに僕は思ってます。まあ、何よりも皆さんが自分自身の可能性を信じて、まあ、素晴らしい学生生活を送ってくださることを期待しています。またいつかどこかで会える日を楽しみにしています。